あやひと。勝手な真似は許さん。戻るのだ。お断りです。何？僕は戦うべき相手を見つけたんですよ。あやひと、僕と戦いたくないんですか？貴様の目的は何だ？あやひとと戦うこと、今の僕にはそれ以外の望みはありません。やめろアイオライト、我々は私利私欲のためにこの世界に来たわけではない。お前は我々の理想社会を癒しめようというのか？おお、そのお声はやっぱり生神様じゃ。わしの命の恩人じゃ。あの時の老婆か。本当にその節ありがとうございました。おかげさまで元気にやっておりますじゃ。僕の体に触れるな。母ちゃん。僕に触れた罪、その命で償ってもらおうか。何すんのよ。やめろ、その人を離せ。あやひと、僕と戦いますか？それならばこの人を解放して差し上げます。何だと？ああ、やめさせてください、生神様。あれはお仲間なんでしょ？やめんか、アイオライト。さあどうしますか？わかった。あやひと、奴は俺に任せろ。わかった。その手を離せ、勝負だ。そう怖くて。やめろ。母ちゃん、母ちゃん。約束通り解放しましたよ、不自由な肉体という檻からね。貴様。パーティーの始まりですよ。こんなもんじゃありませんよね。大丈夫でござるか、あやひと殿お一人で。あいつなら大丈夫さ。それより、母ちゃん、母ちゃん、生神様、母ちゃんを助けてください。無理だ、細胞が癒着している。これでは我らの科学力をもってしても治すことはできない。なんで治してくれないんだ。あんた生神様だろ。これはもう我らの手には負えない。あんたの仲間が殺したんじゃないか。この人殺し、母ちゃんを返せ。人殺し、返せ、返せ。化け物。もう大丈夫よ、ハジャオ。カーラ、また俺を勝手に転送したのか。あのままでは怪我をしていたわ。あなたが不当な扱いを受けているのが耐えられなかったの。不当？何が不当なものか。俺はアイオライトの暴走を止められなかった。自分を責めないで。アイオライトがあんな行動に出るなんて誰にも分からなかったことだわ。なぜあんな暴挙に出たのだ。我々は崇高なる理想で結ばれていたはずなのに。ハジャオ、なぜだ。俺はどこで間違ったのだ、カーラ。私たちが教えてあげましょうか、ハジャオ。もらった。
甘いですよ。美しい。鮮血に染まるあなたもやはり美しいですね。あやひと、助け出しに立つ。近寄るな。これは俺の相手だ。あやひと、さすが僕の見込んだ人だ。あくまでも一対一にこだわるんですね。美しい、美しいですよ。傷ついた獣のような惜しくも気高いその姿、愛してますよ、あやひと。二度もなしてろ、受けるか。うわあ、あやひと、勝ったんだ、あやひと。あいつなら当然さ。あやひと、僕のあやひと、せめて一緒に。危ない。あやひと、そんなにひどい怪我じゃないってさ。そうか、よかった。俺は手出しするなと言ったはずだ。余計なことを。許してやってよ。あれでも感謝してるんだからさ。あれでもか。そうそう、照れてんだよ。ったく素直じゃないんだからね。うるさい、ミサオ、聞こえてるぞ。あ、あ